ミロマナラはイタリアの漫画家である。女性をエロティックかつ魅力的に描いた作品を数多く発表しており、エロティック漫画の第一人者として知られている。ボルツァーノ自治県の小都市、ルゾーンにて生まれる。美術学校を卒業後ベローナに移り、スペイン人彫刻家、ミゲル・ベロカルの下で女子として働いていた時に、フランスの漫画文化であるバンドデシネの存在を知り、 その表現の可能性に目覚める。1968年にスタンド売りのポケット反対集漫画の仕事を始めた。彼は翌年、諸女作ジェニウスで漫画家デビューを果たす。当初は国内の漫画誌での仕事をしていたが、1976年、孫悟空を元にしたサルがフランスの漫画誌アルテリニュースに掲載されたのきに、 フランスの出版社での活動を行うようになる。1978年、漫画誌やシュイーブルにてジュゼッペ・ベルグマンシリーズを発表。マナラはこの作品シリーズの中で HP というキャラクターを主人公として登場させているが、これはマナラの親友であると同時に、彼が漫画の師と仰いでいたウーゴ・プラットがモデルとなっている。プラットとは後に、 19世紀の南北アメリカ大陸を舞台にした冒険譚、すべてはまだインディアンの夏と共に始まった、及びエルガウチョで共に仕事をすることになる。1983年に遠隔装置によって操られた女性が身らになってしまう様を描いたデクリックを発表。以降、体を見えなくする塗料によって透明となった男が登場する見えざる香り。 前作と同様の主人公を据えた隠しカメラ、若い娘がガリバー旅行をるさながらの冒険を繰り広げるガリバリアーナなどエロティックな作品を生み出しエロティック漫画の第一人者としての評判を確固たるものにした。1987年には全てはまだインディアンの夏と共に始まったがアングレーム国際漫画祭の外国語作品部門において最優秀作品賞を受賞した。 また、映画監督のフェデリコ・フェリーニと親交があり、インテルビスタ、ボイス・オブ・ムーンのポスターを手掛けるのみならず、未公開シナリオをもとに、トゥルムへの旅、ジーマ・マストロナの旅を観光した。同じくチリの映画監督、漫画原作者であるアレハンドロ・ホドロフスキーとは、15から16世紀に、実在した貴族、ボルジア家をテーマにした、ボルジアで共に仕事をしている。近年ではアメリカへも、 活動の場を広げており、アメコミ原作者としても知られる作家のニール・ゲーマンと漫画でのコラボレーションを行っている。1998年には、ハーベー賞にて、ジャック・カービーの伝道に選ばれた。突起がない限りマナラ単独名義。AB 公式サイトハット ABCDEF、ガリバリアーナ日本語版巻末折り返しおり、AB オリジナル版と真相版とでは、 出版元が異なっており、前者はベルギーのカステルマン社より、後者はフランスのユマノイドアソシエ社より出版されている。レディドールムービーウォーカー。ありがとうございます。